決着はついた。投稿するんだ。傷が手当てされてる。そうか。成田から帰ってきた後、そのまま眠ってしまったのね。そうだ、ゼロはちゃんと守れたのか、この目で確かめないと。みんな、いないみたい。よう、目を覚ましたんだな。他の連中は今日は帰らせたよ。俺一人だ。扇さん、もしかして私が起きるのを待っててくれたんですか？ん？いや、それもあるんだが、なんだか興奮しててね。帰っても寝つけそうになかったから、見張りを買って出ただけさ。そうだったんですね。それは今日の成田での戦いで。ああ、なんたってただのレジスタンスの俺たちがあのコーネリアを追い詰めたんだ。すごくないか。これも君やカレンの活躍のおかげだ。いえ、私は結局任されたばかりの蒼月を壊してしまっただけなので。そんなことないさ。君がゼロをあの白兜から守ってくれたおかげで俺たちの戦いも明日につながったんだ。感謝しているよ。ゼロだってそうさ。ゼロが？ああ、ゼロも別れ際に君に感謝しないとなと言っていた。君も今日の勝利を誇っていいんだ。そっか。ありがとうございます、扇さん。それはそうと、傷の具合はどうだ？応急処置はしたんだが、明日ちゃんと病院で見てもらった方がいい。そうですね。この傷で気を失っていた。だから、あんな夢を見たのかも。夢？ええ、家族の夢を見たんです。あれは多分ブリタニアに攻められる前の。父さん、クラリスさんもいた。そう、クラリスさんは父さんの研究所で働いてた。どうして忘れてたんだろう。クラリスさんのことだけじゃない。私は小さい時のことをほとんど覚えていない。この子がぐずっちゃって。この子、うん、おい、どうしたんだ急に。具合が悪いのか？あれは、あの子は。ええ、はい、わかっています。出席日数には気をつけますって。それでは。学校の方は今日も休むのか？そろそろ留年してしまうんじゃないか。単位と出席日数の計算ぐらいしているさ。それに今は悠長に授業を受けている時ではないからな。コーネリアの捕獲には失敗した。しかし昨日の戦いは勝利と言っていいんじゃないか。だからこそな。成田で受けた損害によってエリア11のブリタニア軍は再編を迫られるだろう。なるほどな。今が仕込みをするチャンスというわけか。ああ、それに昨日のブリタニアとの実戦を経験したことで黒の騎士団全体の意識が変わる。あのコーネリアが率いるブリタニア軍を撤退させるまでに持ち込んだんだ。勝てるはずがないという意識は勝てるかもしれないに変わり、夢の実現に希望を見出す。組織としてより強固にブリタニアを倒し日本を取り戻すという夢に向けて動き始めるんだ。そうなると今度は民衆が黒の騎士団に夢を見出すことになるわけか。そうだ。現に入団希望者が爆発的に増えている。新たな組織体系の構築、指示系統のシステム化、人員の育成に戦力の増加、やることは山積みだ。
人が増え、組織が大きくなると、それだけお前の仕事も増えるというわけだな。で、その中にあいつのことは含まれているのか。お前も気づいているだろう。あいつの危うさ。あいつは俺に言った。俺が生きていれば、あいつの復讐は叶うと。復讐を押し付けられたということか。だから、あいつは自分の命を投げ出すことを厭わないのだな。あいつは自分の両親を殺したブリタニアを倒せるのなら、他はどうだっていいんだ。ルルシュ、お前はあいつに死んでほしくないのだろう。なら、お前が決めるべきだ。あいつの道を。それは。お前がどう思っていようと、あいつはお前にとって最良の駒の一つだ。それゆえに、あいつから死ぬぞ。少なくとも、今のままではな。昨日の体の変調は何だったんだろう。夢の内容を思い出そうとした途端、吐き気が、父さんとクラリスさん。そして、母さんともう一人。まただ。思い出そうとすると、体の中をかき混ぜられたような不快感が広がる。この感覚は何なの？恐怖、嫌悪感。ダメ、わからない。いや、今はこんなことで体調を崩している場合じゃない。私は父さんたちの仇よ。ここにいたのね。ああ、カレン。昨日はお疲れ様。お疲れ様じゃないわよ。あなた昨日もここに泊まったでしょ。それは。大木さんから聞いた。体調が悪いんなら。大丈夫。それは大丈夫だから。昨日は少し戦いの疲れが出ただけ。一晩寝たらどうってことないよ。そう？それならいいんだけど。それで？蒼月の方は治りそう？なんとかね。基本設計がしっかりしてるから、パーツの交換で対応できるみたい。パーツの換装で運用できるおかげで、私たちみたいな素人でも一応の修理はできるもんね。じゃあ、グレンの副車波動機構も？うん。さっき予備の腕に変えてもらった。でも2本目の予備はないから慎重に扱わないと。そうね。パーツ交換でナイトメアを運用することはできるけど、パーツそのものの修理は私たちでは無理。ブリタニアと違って、ちゃんとした整備スタッフがいないのは厳しいな。せっかく戦力が整ってきたっていうのに。そういえば、グレンと蒼月の開発主任って人が近々黒の騎士団に合流するって聞いたわね。開発主任？グレンと蒼月は京都から提供されたものじゃ。そう。でも開発したのは中華連邦のインド軍区の技術者らしいの。へえ。あのオリジナルのナイトメアを開発した人自ら合流してくれるなんて、それは頼もしいね。それに、バックアップが充実すれば、私たちも全力で戦える。戦力が整えば、ブリタニアにだって。そうね。ブリタニアにだって勝てる。でも、何か気にかかることがあるの？あるわ。あなたのことよ。私の？お母さんとのこと。やっぱり決着つけた方がいいよ。いや、それは。昨日の戦いで分かった。私たちは戦いに身を投じている以上、いつ命を失うか分からない。だからこそ、わだかまりを残したままにしちゃいけない。自分のためにも、相手のためにもね。経験者の言葉は違うね。茶化さないで。でも、その通りよ。逃げたり目を背けたままだと、何も分からないまま。それだと、いつか後悔することになる。私はあなたに後悔してほしくないの。ああ、わかった。ちゃんと考えてみる。ありがとう、カレン。カレンにああ言った手前、クラリスさんの会社まで来てしまったけど、今さら、どんな顔して会えばいいかわからない。やっぱりダメ。帰ろう。ええ、次の会議の資料を用意しておいて。それと、俺は、どうして、ま
いいえ。ダメね。いつまでも逃げていては。何をしているの？私は。お父さん、今日は早かったんだね。最近は物騒だからね。早く仕事を終わらせて迎えに来たんだよ。ふーん。でもお父さんが早く帰ってきてくれて嬉しい。帰ったら一緒に遊んで。いいよ。でも晩ご飯食べてからね。お母さんが今頃作ってくれてるから。はーい。はあ、父親か。父さんはどんな人だったんだろう。さっきの父親みたいに優しい人だったのかな。母さんのことだってそう。どうして私は両親のことをほとんど覚えていないのだろう。クラリスさんなら知っているのかな。クラリスさんは父さんの研究所で助手をしていた。クラリスさんに聞けば父さんと母さんのこと何かわかるかもしれない。今度はクラリスさんと向き合うきっかけに父さんたちのことを理由にするのか。私は相変わらず卑怯な人間ね。でも今度こそ向き合いたい、クラリスさんと。総督の作戦で日本解放戦線はほぼ壊滅しました。逃走中の構成員も次々と捕まっています。それは嫌味か。我が軍が立て直しを迫られているというのに。ああ、いえ、そんなつもりは。そもそも占領後の政策が間違っていたのでは。エリア11の地下鉄網や鉱山坑道をなぜ放置された。ゲットーでは戸籍管理や各種の所有権も曖昧なまま反政府活動の温床が放置されている。ねえ、地下鉄はほぼ全国に張り巡らされておりまして、疎開以外の場所を埋めるには予算が。テロリストの拠点や逃走経路になると分かっていてもか。クロビス殿下の指示でして。ん？ああ、その強く出ると内乱状態になり中華連邦につけ入る隙を与えると。すでに与えている。ゼロの勢力が力をつけつつあるしな。事務次官、内政省の管理下にこのエリアの自治を司るイレブンの代表たちがおりましたが、 NAC とかいうグループの。ああ。先日の作戦で NAC の尻尾をつかみたかったのですが、資料は土砂の下。しかし疑いは濃厚です。ここを先に押さえれば。うん。名門と財閥の集合体、もはや過去の異物か。お待ちください。それはあくまで噂、証拠は全くございません。彼らを抑えればイレブンの経済が立ち行かなくなります。本国への徴税にも影響が出ましょうし、そもそもナンバーズはナンバーズ自身に面倒を見させるという帝国の大原則が。では黒の騎士団の調査は。残っていたシールドマシンから成田の件はゼロの手によるものと判明しましたが、団員の死骸からはそれ以上の情報は。京都には手を出すな。ゼロは追い詰められない。知っておるか。結果が伴わぬものを無能というのだ。ブリタニアの控除がこれほどとはな。解放戦線は分裂し、日本の灯火は消え去りました。待たれよ。逃走中とはいえ東堂は未だ健在ですぞ。しかれども部来会まで失ったと聞いておる。もはや希望は。希望ならありますわ。おお、黒の騎士団か。グレン錦もそうだが、クルルギスザク救出の件以来ゼロにご就寝ですな。トラファルガーの敗北により、エリザベス3世は革命勢力にエディンバラで包囲されたわけだが。お父さんってば。の尽力で植民地アメリカ、つまり今我々。お
ちょっと付き合ってくれないか。話したいことがある。はあ？どうしたの？難しい顔して。便秘？二日目？あ、違います。じゃあ、ルルーシュがいなくて寂しいとか？あ、っていうか、カレンも一緒に欠席なんです。また。のんきだね。世界はおとといの成田騒ぎで持ちきりだってのに。スザクだってそのせいで今日も休みなんだし。わかってます。でも私にはルルとカレンの方が問題なんですよ。いいね、シャーリーは。そういうとこ好きよ。茶化さないでください。だからさ、言っちゃえばいいのに。好きですって。そんなのダメですよ。そんなの。だってもし断られたらどうしよう。友達でもいられなくなっちゃうかも。そんなに笑わなくったって。居心地いいもんね、今この場所、この私たちって。そうなんですよね。でも少し覚悟しておいた方がいいよ。変わらないものなんかどこにもないんだから。ごめん、そんなに深刻にならないでよ。あ、どうしても気になるならいっそ本人に聞いてみれば？ねえ、その辺どうなの？え？ルル？今日休みじゃ。ナナリーが少し熱を出してね。サヨコさんも昼まで用事だって言うから。あ、そうなんだ。ナナちゃん、もう具合はいいの？まあね。会長、例の書類。ああ、それ各学年クラスごとに仕分けしといて。はいはい、相変わらず人使いが荒いですね。ふふん、できる部下を持って幸せ。部下？そう、そうなるんですよね。もう会長、心臓に悪いですよ、ああいう。ん？あれ？チケット。ルル！なんだ？あの、その書類の中に私の手紙混ざってない？え？ああ、悪い。ん？どうした？ルル！はい！ん？ヨセ、邪水は、そんなはずないだろう。私にとって、あいつは。お父さん、単身赴任してて。でも私のご機嫌取りにってよくこういうの送ってくるの。それでなんだけど、これはコンサートのチケット。あ、明日の夜会場の前で待ってるから。あ、おい、シャーリー。なんだって言うんだ、いきなり。あの、アッシュフォードの生徒さんよね。え、あなたは？私、どうしよう。来てくれるよね？嫌だって言われなかったし。でも、うん、ただ一緒にコンサートに行くだけだもん。それだけなら別に。だけど、チャンスだし。ありがとう、お父さん。あ、あの子とクラスメートで生徒会の？はい、副会長のルルーシュ・ランペルージと言います。彼女にはいつも助けてもらっています。そうだったのね。名乗るのが遅くなってごめんなさい。私はクラリス・ガーフィールド。あの子の、その、お姉さんですか？いえ、保護者。そう、保護者というのが正しいわね。保護者の方でしたか。それで今日はどうしました？あの、こんなことを聞くのは変だと思われるかもしれないけど、あの子は学校に来ているのかしら？ちゃんと来てますよ。まさか家に帰ってないんですか？ええ、喧嘩をしてしまって。その、なるほど。
それでか。あの子は何か言ってた？いえ、家でのことは特に。ただ最近生徒会の活動が忙しかったんですよ。それもあってクラブハウスに泊まり込んでいたみたいです。ほら、うちは寮住まいの生徒が多いので泊まりやすかったんだと思います。そう、学校で寝泊まりしていたのね。あの子が無事ならよかった。それであの子は今どこに？今日は出かけると言っていましたね。ここで待たれますか？そう、いえ、仕事もあるので今日は失礼するわ。あの子のことが聞けてよかった。ありがとうございました。心の底から安心した顔。本当にあいつのことを心配していたんだな。血縁関係でもないのに、あいつこんなにも自分が思われていることを分かっていないのか。そうですか。でも生徒会の副会長としてちゃんと家に帰るようにきちんと話しておきますね。ありがとう、ルルーシュさん。あの子のことよろしくお願いします。あいつにもあいつを大切に思う人がいる。それなのにあいつは自分の命を顧みない。俺はお前を。京都からグレン錦をうまく使ったって褒められたよ。感動だったな。でもあの白兜に。気にすんなって、引き分けだろ、引き分け。クラリス・ガーフィールドか。突然お邪魔してしまってごめんなさい。学校に来ればあの子に会えるかと思ったのだけど、そう思い通りにはいかないみたいね。タイミングが悪かっただけですよ。こちらこそこんなところで立ち話をさせてしまってすみません。ううん、あの子のことが聞けて嬉しかった。生徒会に入ったことも知らなかったから。年頃なんで話しづらいだけだと思います。仲直りできるといいですね。え？喧嘩してるんですよね？そうね、仲直りしたらいろいろと話してくれるかしら。どんなことを考えて、どんなことを思っているのか。話すと思いますよ。うん、頑張って仲直りしてみるわ。そしていっぱい話をしようと思う。血がつながっていなくてもあそこまで親身になるなんてな。あいつ自身はどう思っているんだ？ゼロ、これを。ん？何だこれは？ラブレター。は？お前。こいつに冗談は通じねえって。玉木、笑いすぎ。京都からの直書だよ。ぜひ直接俺たちに会いたいって。それほど騒ぐことか。それほどって京都ですよ。認められれば資金援助もしてもらえる。俺たちの苦しい財政も。財政？私の組んだ予算通りなら問題なかったはずだが。それが。俺のせいじゃないぞ。もう俺たちは大組織なんで。人間が増えりゃ予定外の。大物ぶって新入りにおごりまくるのが予定外？お前な。私知ってんだからね、どんなとこ行ってんのか。え、そうなの？とりあえず会計は扇が仕切ってくる。待てよ、昔からな、金は俺が預かってきたんだ。それを信用されたければ相応の成果を示せ。ってお前が言うか。仲間とか言って顔も見せねえやつがどうなんだよ、ゼロ。あ、待てよ、それはゼロの正体がどうかなんて問題じゃないでしょ。ゼロはあのコーネリアを出し抜く実力を持った私たち黒の騎士団のリーダーよ。他に何が必要だっていうの？おい、お前はどう思ってんだよ。私？必要なのは結果。ブリタニアを倒せるならそれでいい。な、それでいいってお前。話が終わったのなら蒼月の整備に戻りたいんだけど、いいかな？チッ、聞いた俺がバカだったよ。好きにしろってんだ。ええ、それじゃあ。ユーフェミア様。ニーナさんですか？気分が悪いようなら。ううん、なんでもない、なんでもないの。
なあ、どうするんだよ。それは俺たちはもともとナオトのチームだ。妹のカレンは構わないが、二代目のお前がリーダーを譲るから。成田の時はみんなも。でも脅迫に近かったし。俺たち幹部にすら秘密だなんて。うん、可能性がある12人には絞り込んだ。あとはどの札が当たるかだが、やはりアドリブが必要になるか。おう、誰だ。私です。あの、さっきは出過ぎたことを言って申し訳ありませんでした。カレン、君も私の素顔が知りたいか。あの人は知って、うん、いいえ、失礼します。お兄様。ああ、うん、もう熱は下がったそうだね。ちょっと拗ねてみただけなのかも。拗ねる。なんだか最近お兄様が少し遠くなったような、そんな気がして。あだから体が勝手に構ってもらいたかったのかもしれません。違うよ、俺は変わらない。何があろうといつまでもお前のそばにいるよ、ナナリ。じゃあわがままを言ってもいいですか。もう少しだけ手を握っていてください。このまま一人で眠るとまたあの夢を見てしまいそうな気がして。この前の成田での戦いで黒の騎士団の意識は確かに変わった。人員も戦力も増え、着実に組織として成長している。しかしゼロに対する不信感が拭いきれていないのも事実。ゼロが信頼を得るためには強力な後ろ盾が必要なのかもしれない。例えば、そう、京都のようなルルーシュ。もしもし。俺だ。京都からの誘いを受けることにした。さっきの直所の喧嘩、その様子だと褒めてもらいに行くわけではなさそうね。その通りだ。ちょっとお願いに上がろうと思ってな。わかった。で、私は何をすればいい？明日の朝、いつもの橋で待ち合わせよう。わかった。じゃあ、明日。次は京都の力を手に入れるつもりなのね、ルルシュ。本気か？私に頼み事というのは。ああ、お前がくれたヒントを元にしたい。京都の意図がどうであれ、俺は連中の力を手に入れたいんだ。それがお前の願い。生きる目的に必要なら手を貸してもいいが。必要だ、シツ。お前が。わかった。それから忘れ物だぞ。あ、忘れたんじゃない。今日はいつ帰れるかわからないから断りの電話を入れるつもりだったんだ。契約は守れ。ん？俺だ。ああ、ちょうどよかった。実は。あのね、ルル。ん？今日の約束なんだけど、遅れるかもしれない。でもあの、きっと大丈夫だから。うん。必ず行くから。やれやれ。コンサートの件を話す間もなかったな。シャーリーには後で謝ろう。ルルーシュ、その様子だとまた家に帰っていないのか。今はそんな時じゃないから、早く指定の場所に向かいましょう。分かったよ。まずは京都の件から片付けよう。それと戻ったらお前に大事な話がある。大事な話？他の幹部もお連れするよう主から言いつかっているのですが。万一の事態に備えて周囲を警戒している。すぐに呼ぼう。だがその前に。遺体の損傷がひどいものは第二テントへ。遺留品があれば身元確認を急げ。顔の判別がつくものは第一テントへ。発見場所、時間を書類に明記しておけ。まもなく
第2班の医療チームが到着する。運搬作業要員は至急仮設テントへ向かえ。本当にいたんだろうか、彼女はあそこに。それに忘れろ、データにも残っちゃいないんだ。もう満足したかい、死体発掘は。できればもう少し救出作業に従事させてください。なら気が済むまでどうぞ。一応コーネリア殿下の命令でもあるしね。ロイドさん、ゼロは、黒の騎士団は何をしようとしてるんでしょう。こんな犠牲の上に何ができると思ってるんでしょう。正義の味方だろ、本人の言葉によれば。これが正義ですか。おいおい、まさか正義とは何かなんて恥ずかしい議論をふっかける気じゃあるまいね。僕らは一応軍人だよ。あ、終わったわよ、エナジーフィラーの交換。あ、はい。セシル君、調べました、純血派の機体も。やっぱりあれ。はい、副車波動です。まさか敵に協力するなんてね、あのラクシアタが。敵パイロットもエース級です。スザク君の精神安定が見込めない今、もし再びこの相手と戦ったら。勝てないっていうつもりかい、僕のランスロットが。随分経つけど、まだ走るのかよ。少しは落ち着けば、みっともない。ん？なんだ？上がってる。不自由をおかけしました。主が皆様をお待ちです。お、な、ここ富士鉱山。嘘だろ、おい。そんなところに来られるわけ。でも間違いないわよ。この山、この形。ってことは、この下に桜タイトが、戦争の元になったお宝だろ。侵入者は尋問なしで銃殺だってのに。こんなところにまで力が及ぶなんて、やはり京都はすごい。見にくかろう。な、かつて三子水明、水清く、緑豊かな霊峰として名を馳せた富士の山も、今は帝国に屈し、なすがままに凌辱され続ける。我ら日本の姿そのもの。嘆かわしきことよ。顔を見せぬ非礼を詫びようが、ゼロ、それはお主も同じこと。わしは見極めねばならぬ。お主が何者なのかを、その素顔を見せてもらうぞ。ゼロは我々に力と勝利を与えてくれました。それを黙るのだ。奥義というものは。はい、私です。お主がゼロの仮面を外せ。奥義さん。すまないゼロ、でも俺も信じたいんだ、お前を。だから信じさせてくれ。女？そんな違うわ、この人はゼロじゃない。私は見た、ゼロがこの人と一緒にいたのを。そこな女、まことか。ああ、しかもお主、日本人ではないな。イエスだ、京都の代表桐原泰造。御前の素性を知る者は生かしておけぬ。それが日本人にあらざれば、なおさら。待ってくれ、俺は関係ねえからよ。ぬるいな、それにやり方も考え方も古い。だからあなた方は勝てないのだ。
いつの間に。誰も動くな。ゼロに銃を向ければ敵とみなす。この声はあなたまで。おいおい、どうなってんだよ。俺は聞いてねえぞ。こいつもゼロの仲間か。午前に銃を向けた上、ナイトメアまで奪うとは。やめろ。いいな、誰も手を出すな。桐原泰造、桜台と採掘業務を一手に担う桐原産業の創設者にして、クルルギ政権の影の立役者。しかし敗戦後は身を翻し、植民地支配の積極的協力者となる。通称売国奴の桐原。しかしその実態は、全国のレジスタンスを束ねる京都六家の重鎮、面獣副配下安井ね。貴様、御前のお気持ちをやめい。あなたがお察しの通りだ。私は日本人ではない。え？マジかよ。そりゃ顔見せられねえはずだ。日本人ならざるお主がなぜ戦う？何を望んでおる？ブリタニアの崩壊を。そのようなことできるというのか、お主に。できる。なぜならば、私にはそれをなさねばならぬ理由があるからだ。あなたが相手でよかった。お主、お久しぶりです、桐原公。やはり8年前にあの家で瞳悟空として預かった。はい、当時は何かと世話になりまして。相手がわしでなければ人質にするつもりだったのかな。まさか。私にはただお願いすることしかできません。8年前の種が花を咲かすか。くそ、見えねえ。扇よ。はい。この者は偽りなきブリタニアの敵。素顔を晒せぬわけも特進が言った。わしが保証しよう。ゼロについていけ。情報の隠蔽や拠点探しなどはわしらも協力する。ありがとうございます。感謝します、桐原公。行くか、修羅の道を。それが我が運命ならば。第2、第5、第7、第8、第9小隊は管理本部で引き続き。ああ、フェネットの綴りはこちらですか。ご遺体はそちらです。すみません、何しろこんな状況でして。いえ。では、確認をお願いします。この少年は。あの様子だと桐原とは面識があったみたいね。大方の予想は当たっていた。しかし京都の一人が桐原だったのは幸運だった。京都の一人。まさか京都の首領は桐原だけではないの。ああ、桐原一人でこれまでのレジスタンスの活動を支えてきたとは考えにくい。少なくともあと数人はトップクラスの人間がいるはずだ。いずれその正体も見えるだろうさ。そう。で、私に大事な話って。ああ、今後のことだ。今日、黒の騎士団は本格的に京都の後ろ盾を手に入れた。そして成田での戦いで黒の騎士団がブリタニアと十分に戦えると分かった。計画を次のフェーズへ移行する時だ。次のフェーズ？エリア11の解放？エリア11の解放？いや、近いが違うな。俺たちがなすのは新しい日本の建国だ。あ、成長を落とし、同時に情報の発信源であるマスコミも掌握する。そうしてエリア11内外に東京疎開が新しい日本として独立国家であると宣言するんだ。当然ブリタニアは認めないだろうが、 EU や中華連邦はこれを支持するだろう。そうやって世界中を巻き込むわけね。そうだ、
ブリタニアを倒すにはそれしかない。そのためにお前には一度黒の騎士団を離れてブリタニア軍に入ってもらう。私がブリタニア軍に？独立を宣言するには政庁陥落が絶対条件だ。そのためには軍内部に協力者が必要になる。そう、それがブリタニアを倒すために必要なことならば異論はない。ゼロの正体を知り、日本人とブリタニア人の間に生まれたお前にしかできないことだ。ブリタニア側に身を置くのは苦痛かもしれないが、頼んだぞ。分かった。それとブリタニア軍に入るためには身元をきれいにする必要がある。今日からは家に戻って保護者とよく話すんだな。ルルーシュ、もしかして？ああ、クラリス・ガーフィールド、お前の保護者と会った。お前のことを随分と心配していた。まさかそれが理由で私をブリタニア軍に？バカを言え。俺がそんな個人の事情を考えるものか。だがお前の心にわだかまりがあって作戦に支障が出てはかなわない。お前も気にかかっているんだろう、あのクラリスって人のことが。わかった。私も向き合うことに決めた、クラリスさんと。確かにアマちゃんかもな。市場ではないなどと嘘つきめ。さすがにもういないか。とにかくこれからだな。黒の騎士団はこれから本当に俺の思い描いた組織になる。あの、遅れてすまない。てっきりもう行ったものかと。いや、そんなことより、とにかくどこか雨宿りできるところに。ねえルル、ゼロって弱いものの味方なんだよね？ああ、そう言ってたな。なら、なんで私のお父さん殺したんだろう？え？お父さん優しくて、私ぶたれたこともなくて、何にも悪いことなのに埋められて、息苦しく、どうして、なんでお父さん私のこんなの嫌よ。嫌、お願いルル、助けて。ひどい雨。あの子は大丈夫かしら。雨に当たってなければいいけど。あのクラリスさん、その、うわあ、ダメよクラリスさん。私に抱きついたらクラリスさんまで濡れちゃう。いいの、そんなのどうでもいい。あなたが戻ってくれたから。あなたが、クラリスさん。ねえ、聞いていい？何？どこで寝泊まりしていたの？学校の友達の部屋とか。そう。ご飯は？ちゃんと食べてた？うん。怖い目には遭わなかった？最近物騒なことが多くて。うん、大丈夫。ごめんなさい。クラリスさん、どんなに心配した言葉を並べても、あの日あなたを裏切ったことには変わらない。せっかくあなたが私と向き合おうとしてくれたのに。確かにショックだったけれど、クラリスさんが忙しい中、私のために時間を作ろうとしてくれているのは知っていた。だから、怒っているとかそういうんじゃない。家に帰らなかったのは、私がクラリスさんから逃げたかったから。私から逃げる？うん。クラリスさんは血のつながらない私に良くしてくれる。なのにそんな現状に苛立って、クラリスさんにひどいことを何度も言った。そんな自分が嫌で逃げ出したの。そんなこと、うん、ずっとあった。
卑怯な自分に対する後ろめたさがずっとあったの。どうしてクラリスさんは私を引き取ってくれたの？父さんたちの部下だったから。それはそうなのかもしれない。百目鬼社長にはずっとお世話になっていたから、確かに恩返しになればという気持ちもあった。でもそれだけじゃない。教えてクラリスさん、父さんや母さんのことを。私は自分の過去を思い出したい。でもあなたはあの時のことを思い出そうとすると。お願いクラリスさん。わかった。でもきっとここで話すべきじゃない。大事な記憶だから、あなたにとっても私にとっても。今度こそちゃんと時間を作る。だから私に付き合ってくれる？うん、約束する。ええ、約束ね。今度こそ。彼は敬虔なる神の信徒であり、我らの良き友人であり、また妻にとっては良き夫であり、子にとっては良き父でありました。お父さん。それでは彼の眠りの安らかならんことを。いや、やめて。もう埋めないであげて。苦しませないで。あなた、あなた。お母さん、お母さん。シャーリーね、シャーリーはパパのお嫁さんになるの。嬉しいな。でもね、幼稚園の先生が言った通りなんだ。お前もいつか好きな人が見つかるんだよ。パパより？うん、好きって言ってもいろいろあるんだ。でもシャーリーがその人のことを本当に好きで、その人もシャーリーを真剣に愛してくれるなら、パパは心からお祝いするよ。その、ごめんなさいシャーリー。やだな、なんで謝るの？え？俺もごめん。え？そのさ、俺ホテルジャックの時テレビとか見てて、黒の騎士団ってちょっとかっこいいかもとか思って。あーほら、ニュースでも扱い違ってたし、成田のこともなんかすげーって、掲示板で適当なこと書き込みしたり。だからごめん。そんなことないよ。そんなの全然関係ないって。私だって成田のことには。よしなって。それより私はあんたの方が気がかり。ちゃんと泣いた？今変に耐えると後でもっと辛くなるよ。もういいの、もう十分泣いたから。ブルーシェ、これが戦ったことへの代償。起こした行動の結果。卑怯だ。黒の騎士団は、ゼロのやり方は卑怯だ。自分で仕掛けるのでもなく、ただ人の支流馬に乗って事態をかき回しては審判者を気取って勝ち誇る。あれじゃ何も変えられない。間違ったやり方で得た結果なんて意味はないのに。じゃあ私たちはそろそろおいとましよう。シャーリー、待ってるからね。いつもの生徒会室で。だから、うん、ほーら、みんな行こう。おい、ルルーシュ。あの、ルル、ごめんね。え？ずるかったよね。あんな、本当ずるいよね。あれじゃあ、ああするしかないもの。だから忘れて。困らせちゃって、ごめんね。私、やり方間違えちゃった。ね、キスだけしてもらっても、嬉しくないのにね。シャーリー。電話が鳴っているぞ。悔いているのか、友人の父親を巻き込んだことを。え、
お前は桐原に言ったな。ぬるいと。自分は修羅の道を行くと。黙れ。だが、ぬるいのはお前の方だ。ゲームのつもりででもいたか。今までもお前は多くの人間を殺してきた。その手で、あるいはお前の言葉で。黙れ。そいつらにも家族はいた。恋人も友人も。まさか理解してなかったとでも言うつもりか。お前の覚悟はその程度の。黙れ。覚悟はあるさ。あの時クロビスを殺したあの時からだ。ならなぜ今さら迷う。それとも情で揺らいだか。せがまれるままにキスして。どれだけ偉そうなことを言っても所詮は口先だけの頭でっかちな童貞坊やか。お前にはもう動揺したり立ち止まる権利などない。生きるために必要なのだろう。私を失望させるな。くそ。俺はお前。話がある。シャーリーの父親は俺たちのせいで死んだ。いや、俺が殺した。どうするつもり。お前までそんなことを言うためにここに来たのか。俺が立ち止まらないようにと。ええ、ルルーシュにはブリタニアを倒すまで黒の騎士団を率いてもらわなきゃいけないから。お前は何とも思わないのか。シャーリーの父親を死なせてしまったことに。思う。思うわ。迷いもする。だけど私だってブリタニアに両親を殺された。もともとブリタニアが日本に戦争を仕掛けなければ私の両親もシャーリーの父親だって死なずに済んだんだ。これ以上犠牲を出さないためにもブリタニアを壊す必要がある。ルルーシュだって分かっていることでしょ。迷うなとは言わない。悔やむなとも言わない。でも立ち止まらないで。ルルーシュが、ゼロが立ち止まってしまったら力のない人々の犠牲が増えることを忘れないで。そうか、そうだな。お前の言う通りだ。少し頭を冷やす。ルルーシュ。心配するな。作戦は変わらない。お前が軍に入る手はずも整えてる。今は自分のやるべきことをしろ。そう、人は差別されるためにある。だから兄を殺したのですか。間違った方法で手に入れた結果に価値はないと思うから。なあ、本当にやるのか。口だけなら何とでも言える。やめろ。腹違いとはいえ実の兄だぞ。一方通行の自己満足だよ。そんな都合のいい世界。優しい世界でありますように。お前には生きるための理由があるらしい。全てを変えるために。行くか、修羅の道を。奥義か。私だ、ゼロだ。ここがシャーリー・フェネットの自宅か。必ず尻尾をつかんでやる。残念でした、スザク君。コーネリア殿下の直属部隊からの命令、次の作戦に参加しろってさ。え、認められたのかな。それともまたおとり。ロイドさん。ん？人との正しい付き合い方教えて差し上げましょうか。ありがとう、遠慮します。で、その作戦なんだけどさ。よう、カレン。リバル、私もこれから生徒会室に行くところ、一緒に行く？それなんだけどさ、会長が今日の生徒会は中止するってさ。そうなの？ルルーシュとスザクも休みだし、それにシャーリーのこともあるしさ。そう、
よね。あれ、あの子は？今日は朝から学校に来ていたと思ったけど。聞いてない？なんか家の用事があるらしくてさっさと帰っちゃったよ。家の用事？そっか、お母さんとちゃんと向き合うことにしたんだ。大木さん、ごめん、私も家から電話、急いで帰らなくちゃ。なんだカレンもかよ。なんかみんな忙しいんだな。大木さん、何かあったんですか？ああ、ゼロからの緊急招集だ。すぐにアジトに来てくれ。わかりました。ごめんなさい、待たせちゃったわね。仕事を片付けるのに手間取っちゃって。ううん、大丈夫、クラリスさんが忙しいのは知っているから。そんな風に言ってくれてありがとう。でも今日は間に合った。うん、間に合ったね。みんな集まってるな。おい、なんだよ急な呼び出しってよ。ゼロからの指示が来た。次の作戦に向けて戦闘の準備だ。次の作戦か、目的は？この後ゼロから直接説明があるそうだ。それまでに準備を終えよう。相変わらずの秘密主義ね。そこはブレないんだ。今度はどこの山の中に連れてかれるんだろうな。冗談やめてよ、せっかく生きて帰れたっていうのに。しかしゼロはあの京都の後ろ盾を得たんだ。どんな作戦だろうと勝てるんじゃないか。それならいいんだけどな。あれ、あいつがいねえじゃねえか。彼女は今回の作戦には参加しない。別の任務が与えられているそうだ。ちっ、また特別扱いかよ。あいつの実力を考えたら当然だろ。確かに玉木と違って結果を残してるしな。うっせえ、俺はまだ本気を出してねえだけだっつうの。別の任務か。静岡か、この道も久しぶりに走るわね。静岡、私がかつて家族と住んでいた場所。それにクラリスさんが働いていた研究所も。私が18歳でブリタニアの大学を卒業した後、バニエラさん、あなたのお母様に誘われたの。日本の動脈研究所で働いてみないかってね。バニエラさんは私の大学でサクラダイトによるエネルギー学の教授をされていた。私もエネルギー工学を専攻していて、バニエラさんのゼミに入っていたから、その時から目をかけてもらっていたのね。研究者としてバニエラさんを尊敬していたから、誘ってもらった時は嬉しかった。私は平民の出で継ぐような家柄でもなかったから、すぐに日本に渡って動脈研究所で働かせてもらったのよ。そうだったんだ。私、クラリスさんのこと何も知らなかった。いいのよ、これから少しずつまた知っていってもらえれば。指示された場所だとこの倉庫のはずだが。ほう、あの赤いナイトメアは黒の騎士団の。やはり接触があったのは本物のゼロな。ブリタニア人？ブリタニア人がどうしてここに？おい、そいつを捕まえろ。待て、私はゼロに呼ばれて。なわけねえだろ、何かの罠に違いねえ。顔を見られたんだ、こいつを始末しないと。おい、始末って？うろたえるな、彼は私が呼んだんだ。何か思い出せたことはある？うん、何も。そう、あの麓の建物が研究所？ええ、そうよ。そして私たちが最初に一緒に暮らしていた場所。クラリスさんも？ええ、私も住み込みで働かせてもらっていたから。バニエラさんが手が離せない時は私があなたの食事を作ったりしていたのよ。それで私の食事の好みを知ってるんだ。最初の頃は美味しくないって食べてくれなかったりしたのよ。それはすみません違うの、私も勉強ばかりで料理なんてしたことがなかったから失敗作が多くて。
クラリスさんにもそんな頃があったんだね。あの頃は楽しかったわ。仕事といっても大学のゼミの延長みたいで、好きなことばかりして、尊敬する恩師と同じ職場ってだけでも何もかも輝いて見えた。若かったのね。クラリスさん、今でも若いじゃない。あら、そんなお世辞どこで覚えたの？お世辞じゃないってそういうことにしておくわ。さあ、研究所までもう少し。研究所に着いたら何か思い出せるかも。ちょっと待ってくれよ、ゼロ。確かに京都からも頼まれたし、こちらの受け入れも問題ない。日本解放戦線にしたって、海外に逃亡するよりは我々と共に歩むことを選ぶはずだ。しかし、情報提供者ディートハルトと言ったか。はい、お目にかかれて光栄です、ゼロ。コーネリアが海兵騎士団を投入し、解放戦線の片瀬少将の捕獲を目論んでいる。本当なんだろう？はい、局では報道特番の準備に入っています。東道中佐は片瀬少将と合流できずじまい。つまり今の日本解放戦線に確たる武力は存在しない。逃亡資金代わりの流体桜台とだけが頼り。だからコーネリアと戦うよりも片瀬少将を逃がすことを優先して。オギ、我々は何だ？黒の騎士だ。ならば、なすべきことは一つだ。コーネリアの部隊を壊滅させた上で、日本解放戦線の残存部隊を救出する。成田での忘れ物を今日この夜に取り戻すのだ。翔さんは？愚問殿。わかった作戦準備を開始する。みな、先ほどの指示通り待機しろ。ゼロ、私はやることがある。話があるなら後にしてくれ。総督はまだナンバーズである貴様を使うことに難色を示されているが、私は使えるものは使う主義だ。たとえそれが日本の元総理の息子だろうと。目標は片瀬だ。こいつさえ抑えれば日本解放戦線はおしまいだ。捕獲は海兵部隊が行う。貴様は陸上から海兵が片瀬を確保するまでの援護射撃及び確保後の残党の殲滅に当たれ。殲滅でありますか？目標以外は一人も生かしておいてはならん。ブリタニアへの忠誠を示せ、クルルギスザク順位。出世のチャンスだ。励めよ。イエス、マイロード。踏み絵かな？どうする？試されてるよ、君。ルル、嘘だよね。あんな怪しい人の言うことなんて。この少年は黒の騎士団に関与している可能性がある。え？黒の騎士団って？テロリストだ。嘘です！そんなはず、そんなの嘘。ルル、こんな疑うようなことしてごめんね。でもお願い、信じさせて。見失ったようだ。早く連絡してくれれば手を打てたというのに。やはりあの学生を先に捕らえるべきだったか。いや、確証が必要だ。女との会話で必ず接点がわかる。奴が何か記憶を操作できる手段を持っているならなおのこと。私はジェレミアのように地位も名誉も失って死んだりはしない。いや、逆に手に入れてみせる。そのためにもゼロにつながる手がかりを私一人で。確か予備のパックがここに。誰だ？すみません、失礼しました。迷っているのか？私は正義のためだと、それが正しいことだと思って今まで戦ってきました。だから人も殺しました。でも本当に
本当に私たちのやり方で世界が変えられるのでしょうか。変えられる、いや変えねばならない。でも犠牲が出るか。兵士でもないのに巻き込まれて死ぬ者が。だがだからこそ我々は立ち止まることはできない。たとえどんな手段を使っても、卑怯だと罵られようとも勝つしかないんだ。そのためなら修羅になるべきだ。流した血を無駄にしないためにも、さらなる血を流してみせる。だが強制はしない。彼引き返すなら今だ。共に進みます。私はあなたと共に。ありがとう彼。そう、さっきは助かった。ありがとう。必要だ C2。 お前が。私はもう同じ失敗を繰り返すわけにはいかないのに。ここが父さんと母さんの研究所。ええ、7年前の侵攻時に被害に遭ったまま時間が止まったみたい。ブリタニアの侵攻に巻き込まれたんだね。富士がブリタニアの制圧目標の一つだったから。ええ、富士は世界最大の桜台と採掘地だから。母さんはブリタニア人なのに、それもお構いなしでブリタニアはここも攻撃したのね。私は夏季休暇でちょうど日本を離れていた。ずっと休んでないからってあなたのご両親に半ば無理やりにブリタニアに帰らされたの。そうじゃなかったら私もここで。ブリタニア侵攻のニュースは本国で見ていた。すぐにでも研究所に戻ろうとしたけど無理だった。戦争からしばらく渡航制限がかけられていて民間人の入国ができなかったの。翌年から本格的にエリアとして整備が始まって入植者を募集し始めた。私はすぐさま応募したわ。でもそれから4年かかった。4年もかかってようやく審査に通り、私はまたここに戻ってこれた。実はね、私が DGE コープを作った理由の半分はエリア11の入植審査に通るためなのよ。そこまでして。そうして日本に渡ると同時に急いでこの同盟研究所に訪れた。バニエラさんや所長たちの安否を知りたかったから。でも得られたのはあなたのご両親が亡くなったという記録だけ。遺骨やお墓さえ見つけられなかった。そんな時静岡のゲットーであなたを見つけたの。成長していたけどすぐに分かったけれど、戦争のショックなのかあなたはほとんどの記憶を失っていた。もちろん私のことも覚えていなかった。すみません。あなたが謝ることじゃないわ。それだけショックが大きかったということだもの。あなたは記憶どころか感情さえもなくしていたように見えた。その時思ったの、この子は私が守らなきゃいけないって。あなたが恩師のご子息というのも理由として当然あったかもしれない。でもそれ以上に私はあなたを守りたかった。傷ついたあなたを私の手で守りたかった。クラリスさん。それなのに何もかもうまくできなくて、あなたの母親になることができなかった。それどころかあなたの気持ちも理解してあげられなくて。クラリスさん、ごめんなさい。弱くて何もできなくて。謝らないでクラリスさん。ごめんごめんね。悪いのは私の方なの。クラリスさんの気持ちも知らずにひどい態度をとってひどいこともいっぱい言って。でも私は日本人であることを捨てたくなかった。日本人であることを捨ててブリタニア人になってしまったら父さんたちを否定するような気がして。そんなこと。正直な気持ちを言うと、私は両親を殺したブリタニアが憎い。この気持ちは自分でも抑えられない。
でも、クラリスさんは違う。クラリスさんはいつも私のことを思っていてくれた。それなのに、私は、謝らなきゃいけないのは、私の方なの。ごめんなさい、クラリスさん。いいの。あなたは謝らなくていい。あなたの気持ちを考えれば、当たり前のことだもの。だからこそ、これから、私たちの関係を築いていきましょう。あなたと私の新しい家族として。うん、時間です。作戦を開始せよ。アンダーウォーター全ユニット先行開始。ダイブダイブダイブ。特殊制圧隊、使用火器はカテゴリー C。 我が隊は陸上より援護に回る。対象のタンカーを沈めぬよう気をつけろ。イエスマイロード。全部隊、武器使用自由。繰り返す。雷撃後、武器使用自由。まさかテロ。始まったぞ、ゼロ。ゼロ、まだ出ないのか。ゼロ、おい、聞こえてるんだろ。日本解放戦線を。今はダメだ。え、思ったよりコーネリアの動きが早い。今動くと共倒れになる。援護射撃を開始せよ。なお使用火器はマイクロ弾の一転射に限定する。流体サクラダイトに引火させないよう気をつけろ。くそ、ブリタニア軍め、いつの間に。敵だ、水中から来るぞ。うわっ、板垣。うわっ、202、ゴーマルさん、十字の方向に雷撃を加えよ。こんなのもう戦いじゃない。グルルギ獣医。はい。辛いかもしれないけれど、あなたは職業軍人なのよ。はい、わかっています。どこから情報が漏れた。東堂は未だ所在がつかめず。死生権も。京都は助けをよこすと言っていたではないか。そのはずですが、こちらから連絡をする手段がなく。将兵に死ねというのか。無意に死ねと。降伏、早急に攻撃停止していただきたい。こちらは日本解放戦線、義軍に降伏する。少佐、オープンチャンネルで降伏宣言が。むしろ。しかしそれは。見ろ、ただの時間稼ぎだ。手を休めず命令を遂行せよ。本当にルルが黒の騎士団に。くそ、これじゃ本当に手遅れになる。ゼロはいつ動くつもりなんだ。ゼロがただの理想論者ではないことを祈るばかりだ。ナイトメアが船に飛びついた。そうか、脱出するルートは一つしかないはずだが、流体サクラダイトを大事に抱えて。ゼロ、早くしないと。分かっている、出撃。なんという愚かなことを。流体サクラダイトを爆発させると。さすが殿、日本解放戦線、ブリタニア軍を巻き込んで自決と。自決。しかしそんな連絡は。我々はこのままコーネリアのいる本陣に突入する。それ以外には構うな。結果は全てにおいて優先する。日本解放戦線の血に報いたくば、コーネリアを捕らえ、我らの覚悟と力を示せ。これじゃ成田の時と同じじゃないか。こうでなければ。おい、どこへ行く。解放戦線をおとりに手薄になった本体に攻め入る。定石だが、それでは今一つ弱い。逃げる気か。おい。そうだ、どうせなら敵の戦力を削ぎ落とす。役立たずの解放戦線を生きたトラップとして。やはりゼロは素晴らしき素材。カオスのゴンゲだ。もっともっと見せてくれ私に。あなたの主観に満ちた世界を。
ごめんなさい、かっこ悪いところを見せちゃったわね。それはお互い様だよ。どうする、中には入れないみたいだけど、何か思い出せそうならもう少しこの辺りを歩いてみる。見覚えがあるものも多いからもう少しで思い出せそうだけど、はっきりとは。そう、でも急がなくてもいいのよ、ゆっくり思い出せば。ねえ、そういえばあそこに見える建物って昔からあった？この風景に見覚えはあるけど、あの建物はなかったような気がして。いいえ、私も見覚えがないわ。入植後にできた新しい建物なんじゃないかしら。そう、もうすっかり日が落ちちゃったわね。そろそろお帰りましょうか。うん。204シグナルロスト、エリクソンは308に合流。支援せよ、前期状況を報告せよ。繰り返す、前期状況を報告せよ。本当に自爆を？片瀬少女は本体が、まさかタンカーをおとりにして。緊急機上、防衛線を形成せよ。どこから情報が？殿下、パイロットが乗り込む前にナイトメアを海に叩き落とせ。ブレン錦は私についてこい。はい。殿下、ここは我らが。黙れ、二度ならず三度までも苦労されてたまるか。起動前に、私にナイトメア戦で勝てるつもりだったか。あの新型か。ハッチを砕いて引きずり出してやる、コーネリア。あ、チャーリー。ゼロ、お前のやり方じゃ何も変えられない。結果ばかり追い求めて他人の痛みがわからないのか。ゼロ、成田の借りを返させてもらう。えい、またかこの白カブトが。平然と命をおとりにする、お前はただの人殺しだ。なぜいつも貴様は俺の邪魔をする。どうしてお前は無意味に人の血を流す。貴様さえいなければ。お前がいるから。ゼロ、これも一つの結果だ。ラースロット、後ろだ。ゼロは私が守る。結局私が思い出せたことはほとんどなかった。だけどクラリスさんから話を聞けてどこか腑に落ちた気がする。確かに私はあそこで暮らしていた。父さんや母さん、クラリスさんと一緒に感謝しなきゃね。うん、どうかしたの？あ、いや、友達にお礼を言わないとなって。今日こうしてクラリスさんと向き合えたのもみんなが背中を押してくれたおかげだから。そうだったの、いい友達を持ったわね。うん、父さんと母さんの命を奪ったブリタニアに復讐をしたいという気持ちは変わらない。だけど同時にクラリスさんを大事にしたいという気持ちも本心だ。その二つを叶えるのは難しい。しかしルルーシュが話してくれた独立国家構想、あれが現実になるのであれば、クラリスさんの身を守りながら今のブリタニアの支配体制を壊せる。私はやはりルルーシュと同じ方向を向いて進もう。それがたとえブリタニア軍に入ることだったとしても。そうでしょう、ルルーシュ。ゼロの頭。
これで私がお父さんの そいつがゼロか。これは驚きだな。学生自身がゼロだったのは。しかもブリタニア人。こいつをコーネリア総督に差し出せば私は貴族になれる。騎士校なんかじゃない、本物の貴族にだ。それにまだ生きている。いいぞ、どんな処刑がお似合いかな。総督にはお前のことも。うかつ、お前の男だったな。もうね。